皆さんこんにちは。今日はスクラッチでフラッシュ暗算の、続きをやっていきたいと思います。で今日は旗をしたらランダムな数字が表示されて、消えるっていうところまでやっていきたいと思います。で今日のポイントは、関数、まあ定義ブロック、ブロック定義の引数が増えてるんですけど、まあその増やし方ですね、今日のポイントは。はい、では実際に作っていきたいと思います。まず前回は旗をしたら表示されるっていうところまでやりました。でとりあえず番目はもう気にしなくていいので隠しておきます。で、次にこの数字ちょっと、まあ、桁増えれば増えるほど右にずれていくっていう風になってるので、これを真ん中にするっていうのをやっていきます。で真ん中にするっていうのはつまり、0からちょっとずつずらしていきたいんですけど、1桁だったら別にずらさなくていい、2桁だったらちょっとずらすと。なんで数値の長さ、つまり桁数よりも1個少ない数字分だけずらす。でどんくらいずらすかっていうと、70ずつ変えてるんで、それの半分の35ずつ変えて、このずらす分を元の数字の0に入れてあげて、これをはめてあげるとちゃんと真ん中に表示されるっていう風になってます。で5桁でも3桁でも、2桁でもちゃんと真ん中に表示されます、これで。はい、で、次に、まあ、とりあえずせっかく乱数違うわ真ん中に表示できるようにしたので、旗を押すたんびにランダムな数字が出るようにして、じゃあこっから消すと、今日の本番1番目玉の 1.5 秒ぐらい経ったら消すっていうのをやっていきます。でまず定義ブロックを右クリックして編集で引数を追加して秒数と何秒表示するかを引数に取ります。で今回はとりあえず 1.5 と 1.5 秒で、そうしたらこの引数の秒数秒を待って、で、削除のメッセージを送ると、新しいメッセージ削除と、で削除送って、削除受け取った時にクローン消すというふうにしてあげると、音を表示して消える、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 なんかさっきから同じ数字がすごい連続して出てくる気がしますけど、まあ、ちゃんと乱数も聞いてますっていう風にして、今日の授業はここまでにしたいと思います。で、次回はこのなんだ、例えばこのフラッシュされた数字をどんどん足していって、フラッシュ暗算を完成させるところまで次回はやっていきたいと思います。これからもスクラッチの授業動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。